じゃあ完全民間の看護がしようって今市役所とやりながら矢部教授に入ってもらって、はい、もう今、はい、やってます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。須藤と申します。一緒に新聞載ってたこれのメインでやったのは、はい、須藤さんです。なるほど、はい、おしゃれ担当です。クリエイターチーム担当です。協力対応出します。マチョコイ地域福祉協力隊、はい、はい、てるので、あの、実は私、鹿児島町出身なんです。嘘、なんかつながらない。今初めて知った。え、本当に。じゃあもうメンバーじゃないですか。メンバーですね。もうメンバーじゃないですか。ここ鴨島支店ですね。じゃあ、あ、じゃあ松重支店ですね。松重支店ですね、ここ。なんで今松重に。あ、そうなの。住んでるんです。そうなんですか。あの、鴨島第一中学校出身。マジですか。僕ずっとこっちの人と思ってた。いや、なんかあれね、え、じゃあ住宅地があってこっちに移ったってこと。そしたらそういう町資源のそういう、まあ、僕は大学はあの静岡の方に行ってたので、うんうんうん、それから東京に出て、うんうん、それでまあ帰ってきて大塚に入った、うん、そうそうそう、大塚あ、そうなんですよね、まあ、それで会社の近くで住んでた。そうそうそう、あ、そういう、やっぱそういうことか。そういうのがやっぱある、まあ、言ってたもんね、前からね。まあ、だから吉野ヶ里のことは、まあ、まだ実家ありますけど、まあ、もう今空き家になってますけど、はい、うんうん、まあ、非常に実家に感じてます。びっくりした。ずっと僕付き合い長いのにやっぱ初めて知りました。まさか。まさかの、あの、公営共同病院の後にああいうあれ、はいはいはい、これがファーボーじゃないけどコミュニティやってます、やってます、はいはい、スペースができてるんで、ね、はい、キーダー、キーダーは、はい、はい、キーダーと、はい、キーダーと、はい、まあちょっとそのセンスについては僕はどうかなと正直思っておりますけど、はい、はい、まあ、だからまあこういうことやってるんやなと。でもまあだから連携はね、ぜひ、はい、もしこういろいろとね連携できることあったらもうどんどん僕ら動いていこうっていうんで、まあなかなかこの今まで吉野川市これっていうのがなかったっていうのも正直あって、で僕らのまあ世代もちょっとやりにくかったんですけど、まあだんだんと今あのーまあ、今商工団体とか市役所も連携してして今官民連携でいろいろ動いてるので、そこからまたこう矢部教授が紹介とかでいろんなところ広げていこうっていうんで今動いてるんです。で今回あの県の授業で、あの本職来た理由とか、そっちです、あの県の授業でネオプレスさんの方で、あのコワーキングスペースとか市の有給施設の撮影っていうのを僕ら今回あの撮ることになって、でそれの一箇所目、最初がここっていう、もう県庁から言われて、あ、そうなの、ここのコワーキングとかを撮影するっていう話で、で、矢部君とちょうど昨日話してたら、行こう行こうみたいな話になって、それはやっぱり真の真野さんの姿を見てもらわないといけないと思うので、隠密動画を最初に撮ったわけですよ。僕のは雑な動画ですが、こやつらはおしゃれな動画作りますから。ちゃんとあの、はい、いろいろパターンを、はい、だから、実はそういうオチでした、はいはい、クリエイターチーム動き出した中でも、はい、その県の授業とかもちゃんとやっていくよっていうん で、 で今回プロポーザルで撮って、はい、で一つ目はここなんで、でもすごいね、だから真野さんが見てくれたあれのやつで、うん、出身者のところがね、担当のところが第一弾っていう、ね、すごい、すごいね、偶然だよね、面白い。で今マンカー君の方がドローンとか360度撮影担当してて、で僕らはどっちかといったらこの全体的にプロデュースする方で、であの動画を作成して、この今の松重の町からここの場所っていうのはこういう場所だよっていうのも全部作らなくちゃいけなくなってるんです今回。まあ、そこだけじゃなくて、まあ、撮影動画写真あと内容っていうのをちょっと構成していくのに、まず1回目、まあ、来てみないと僕らも分かんないしっていうんで、打ち合わせは本当は来週の予定だったんですけど、まあ、いろいろちょっと偶然重なって今日っていう話になって、はい、昨日種屋っていうところの小学校廃校が一応オープンになったんですけど、はいはい、三里のでもここと違うんで、はい、あの飲食とか全部禁止で、ただダラダラいましたら、そうそうそう、もうオープンして明日行くっていうから、じゃあまあ行こうか昨日決まりました、昨日決まりました、はい、そう実質いやいやいや、また、あ、ちょっとお客さん来た、またすみません、いや、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。